皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画は Don't Feel という R&B の振付解説動画となっています。全体の構成カウント表はこちらです。今回はサビ2の前半部分の振付です。リズムを軽快に取ること、スローで見せること、それぞれに特徴やコツがあります。軽快さとスローが両立した振り付けではリアルタイムで意識することが変化し、踊りこなすまでに時間がかかることがあります。そんな時は今どのリズムを見せたいパートなのかとイメージを膨らませたり、振り付けのポイントを整理したり、体の使い方を一つ一つの動作に分解して練習に取り組むと変化が現れます。本動画の振り付けはまさに意識するポイントを動かしながら覚えていった方が効率がいい流れとなっています。自分の得意不得意を理解して迷いなく努力を重ねるためにも、振り覚えの時から意識を高めておくことがおすすめです。関連動画として Don't Feel のショート動画もあります。細かい部分をブラッシュアップしているちょこっとネタという動画も参考になると思います。振り付け解説動画は順次公開していきます。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しむコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、お見逃しのないよう通知ボタンも押していただけると幸いです。最終的にはメリハリのある流れ、魅力的な作品に仕上げたいので、イメージも意識して取り組んでみてください。5、6、7、レッツゴー。
皆さんお疲れ様でした。 Don't Feel サビ2の前半部分の振り付けはいかがでしたでしょうか。比較的スローが多いパートでしたが、どの部位に力みを入れてスローを表現するかがポイントです。シルエットへのこだわりやリズムを取る際の明確に意識チェンジできるかはお客さんにとって飽きのこないパフォーマンスになってきます。それでは簡単に振り付けのポイントを整理していきましょう。1. スローはカウントをたっぷり使う。 2. シルエットにこだわりを持つ。 3. リズム取りの違いを明確に。 4. 使用部位、力みの入れ具合を明確にする。関連動画として Don't Feel のショート動画もあります。細かい部分をブラッシュアップしているちょこっとネタという動画も参考になると思います。振付解説動画も完成まで順次公開していきますので、作品に興味を持った方はぜひトライしてください。その他振付で利用している関連テクニックのレクチャー動画もありますので、細かい部分のブラッシュアップにお役立ていただけると思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフが送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新していますので、通知ボタンも押していただければ幸いです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。僕は比較的筋肉質で手足が短い方だと思います。スローが頻繁に使われる踊りでは力みすぎてしまったり、シルエットが不格好になったり、綺麗や優雅に踊ることができないという悩みがありました。本動画でお伝えしたポイントを自分自身の練習でも意識して取り組んだことで、短所だと思っていた自分の特徴が今ではスローで溜める動きに気持ちよさを感じることができるようになりました。頻繁に取り入れるバリエーションの一つでもあります。短所だと思うところも様々な角度から分析して幅を広げれば、新たな自分に出会ってダンスがもっと楽しくなると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you.